すぐなの。あ、そうだよ。あの U ターンの後。結構遠いところまで来たね。ここは今。こちらはソバン。スバンか。スバン SS15。ああ。結構遠いところまで来たね。で、30分くらい走らせてね、来たもんね。いろんなお店があるけど、今日何食べるんだろう。ここ？ああ、なんだろう、行ってみようか。あ、いいよ。うん。やってる？何食べる？ホケミ。ホケミ？そうそうそう。シンガポールスタイル。あ、そうなんだ。へえ、初めて見たかも。So the first outlet is actually at Orchard Road outside 71. So this is our third day here actually. Oh, yeah. Oh, just opened. It's just opened. Oh, I see. Okay. Because you never tried Singapore. Let's just try our last time. Yes, yes, this is for the first time. This is actually very very Singaporean dish. Oh, like the dream. Oh, is it? This in Singapore. Oh, yeah. Okay. So, are you Singaporean? Oh. Yeah. Maybe later I will come back and then I can have a chat with you guys. Okay, no problem. Yeah. Y'all enjoy no the room. Okay, thank you so much. Okay. Look at my face. Okay, okay. I don't want to offer. Okay. これがシンガポールのホッケンミー。そうよ。へえ、すごいね。私が知ってるホッケンミーと全然違う。はあ、黒だね。そうそう、茶色いね。もっと太い麺のホッケンミーしか知らなかったから。はあ、すごい。シーフードいっぱい。いただきまーす。結構熱いお皿が。はあ、まだ湯気出てるよ。いただきます。どう？あ、そうか。あ、でもラインがあるじゃん。あ、そうだね。あれだわ。ああ、塩焼きそば。そうそうそう、見た目も似てる。そうだね。ラインね。あ、塩焼きそばそっくり。酸味を加えて。あ、一人分でしょこれね。そう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 。ああ、やっぱライム出した方が美味しい。あ、そうか。さっぱりしてて美味しい。でも本当
塩焼きそばって感じ。実は私も食べることないよ。あ、そうなの。そうそう、シンガポールスタイル。いただきます。はい。お隣の国シンガポールの料理だからマレーシアでも食べれるかと思ったけど、あ、パパも初めて。私も初めて。あ、そうなんだ。甘え見てない。甘え見ない。そっかそっか。これをホッケンミート呼ぶんだね、シンガポールではね。そう。いや、美味しい。そう。あ、美味しいよ、美味しい。美味しいね。嬉しいよ。うん。結構具だくさん。そう。あっさりめだけどさ、美味しい。大きいね、エビ。あ、でもさ、親切だね。カットしてある。うん、エビが。でも出汁取るためにカットしたのかな、もしかして。いや、違う。あ、すごい。結構大きいんだよ、エビ。タイヤプロン。うん。いただきます。どう？あ、新鮮。あ、新鮮。カレカレ。へえ。具だくさんだよね。あれだね、フィッシュケーキとかさ、いろいろ入ってる貝とか。あ、そうだね。ね。これは。豚の揚げ、うん、揚げたやつね。これホッケンミー、あのマレーシアのホッケンミーにも入ってるじゃない。そうそう、絶対あるわ。これは魂。魂。これがなかったらダメってこと。そうそうそう。あ、そうなんだ。これチキンが来ました。これも有名なのかな。マレーシアでもよく食べれるよね。ああ有名なの、このお店の。このあれシンガポールのディッシュや、ハイランチキンライスみたいな。うん、美味しいよ、柔らかくて。これいくらだったっけ。 19.9 だね。だいたい530円ぐらい。そう、じゃあ高くないよ。あの量はいっぱい、シーフードもいっぱいだしね。そうそうそう。結構ね、どうだろう、女の人でもさ、あれいっぱい食べれる人もいるかもしれないけど、私はね、これ全部食べれないかも、一人で。美味しい。柔らかい。全然違うね。あの違う。同じの名前に別の料理を出すだね。そのか、そのの感じやね。私が知ってるホッケンミーは結構脂っこい。でもこっちは塩味っていうかさ、海鮮の風味が効いてるから結構あっさり。おいしい。ライムがね、よく合う。あ、そうだね、それ。そういえばさ、これは？これ。あ、これはなんかシンガポール人の定番ドリンクみたいな。あ、そうなんだ。そうそうそう。え、頼んだ。あ、違う、さっきのサービスの。そうそう。おいしい。そうだね。グリーンティーみたいだもんね。そうだね。アイスレモンティーに近いもん。うん、美味しい。これマレーシアにある？あ、あるかな。ごちそうさまでした。美味しかったね。あ、美味しかったね。うん、私シンガポールさ、昔2回ぐらい行ったことあるけど。そうだ ね、 ね、やっぱりシンガポールの料理食べたらシンガポール懐かしい。そうだね。またいつかね、行きたいね。うん、じゃあ行こうか。じゃあ行こう。